ゴールキーパーは辻、ディフェンスラインは右から尾崎が3試合ぶりのスタメン復帰、森下、小川です。ダブルボランチは深澤と石渡、石渡は4試合ぶりのスタメン、右は茂木、左は J リーグデビューとなります今野、ワントップ松田、ツーシャドウは石浦と久保田です。ゴールキーパーは後藤正明、フォーバックは右から河合、西村、阿部、山田、ダブルバランチ高江と小西、そしてトップ下に鹿島から移籍の土井、ワントップディサロ、スリートップ伊坂、ディサロ、国部という形になっています。さあボール入って伸びてきて、ここはキーパー辻なんとか抑えました。日本に続けてこのロングスローが入りましたが、今手前の河合もずっとこうバラップしながら手を挙げてボールを要求していたんですが、はい、ここは通した、はい、さあ通して、さあエリアの中に入ってシュート決まった。ファーストシュートきっちりとものにしました国分。先制はモンテリオ山形。そうですね、動いて動いて穴を探し、はい、出したっていうようなプレーでしたよね。おそらく高江選手からか小西選手からだったと思うんですけれども、この前のシーンからもそうですね、高江選手ですね、ずっと探してたんだけどっていうところですよね。あ、ここ左足のシュート、はい、少し尾崎選手と森下選手の間のところ、まあ、尾崎選手がかなり外側開いてた状態から絞ってきたシーンだったので、さあここは茂木だ、さあ茂木運んで中には松田もいるがシュート決まった。素晴らしい、茂木自分で決め切りました。やりきりましたね。さあ反撃 FFC、はい、先制点を奪われた後すぐさま取り返しました。27分、完全に茂木選手の、まあ、個人技のところですよね、はいはい、入りました。誰かに触れてるか触れてないかというところの判断だと思うんですけれども、はい、スローインがそのままゴールに吸い込まれたように見えましたが、ゴールは認められませんね。はい、今国分、小西、倒れていますが、このボールは辻が触りました。最後は高江の、高江選手の、はい、ループ気味のシュート、そうですね、ここは見事枠に入ってましたが、ここは久保田、さあもうリスタート、高江、ディサロ、ディサロ決まった、勝ち越し、ディサロの左足、早いリスタートから最後はディサロ、アキラシルバーの今シーズン4ゴール目が勝ち越しゴールになりました山形。そうですね、少しこうオープンな展開になりかけたところの、まあ、最後の質のところで山形が上回ったかなというところですよね、はい、愛媛のショートカウンターからの防いだ後に、そうですね、3本4本のパスではあるんですけれども、左足ですが、ちょっと難しいシュートにも見えました。そうですね、はい、手薄になってくる、どうしても手薄になってくるので、2、3人目石浦、向こうサイドに久保田、外も走っている、シュート、弾いた、ここは後藤正明、ゴールが見えてシュートを選択しました。
よく見ている、はい、茂木クロスが入って面白いボール、石浦一つかわしてシュート左足、得意の左足のシュート、足腰枠を捉えず、そうですね、まあ、コントロールから相手を滑らせるところまではしっかり見えてたんですけれども、はい、まあ、交代選手も含めて渡辺監督からまだ取りに行くぞと、点差を広げに行くぞというところの、うん、メッセージですね。さあ奪って、はい、後藤祐介、高橋左足決まった、起用に応えました、渡辺采配ズバリ、後藤祐介のパスから最後は高橋が決めてみせました。チームトップスコアラーの高橋選手、さすがですというところですよね。はい、はい、坂本浩樹、そして伊坂ゼインダ、さあスペースがある、本田が対応に行く、大外空いてますね、高橋が手を上げて、その高橋に反対、ここはシュート、わずかに外れました。当然まだ諦めません、果たしてのためにあと2点取らなければ勝ち点がない、シュートは、いやー、ここもヘディングシュート、クロスバーの上へ戻した、一旦キーパーまで下げます、あと時間残ってるでしょうか。曽根田、本能、大外、マク選手、パクゴドが待ってるがそこに入らない、ここで試合終了のホイッスル、モンテディオ山形3連勝、勝ち点3を積み上げました。そして愛媛 FC は4連敗、